青木隆史8月9日から1991年4月10日は日本の陸軍軍人。最終階級は陸軍少将。東京府出身。医師、青木ん系の息子として生まれる。1911年に東京高等支配学校附属小学校を卒業。東京高師附属中学校、東京陸軍地方幼年学校。 陸軍中央幼年学校を経て、1920年5月、陸軍士官学校を卒業。同年12月、不評少位に任官し不評、第29連隊付けとなる。1927年12月、陸軍大学校を優等で卒業した。陸大在学中の1926年1月、航空兵下に転じ航空兵中尉となる。飛行第8連隊付け。 参謀本部付勤務、参謀本部員、アメリカ駐在などを経て、1932年2月から翌年12月までアメリカ大使館付部官補佐官を務めた。帰国後、下静陸軍飛行学校教官となり、陸軍航空本部員、陸大教官を歴任。1938年9月、第21軍参謀に就任し日中戦争に出征。 陸大教官を経て、1939年8月、航空兵大佐に進級。翌年8月、航空本部第6課長兼陸軍航空総幹部第4課長に就任した。1941年9月、陸大教官となる。1944年8月、陸軍少将に昇進し、第8飛行団長に就任し太平洋戦争に出征。 第六航空軍参謀副長となり、福岡で終戦を迎えた。1945年11月、予備役に編入となった。ありがとうございます。